道路自動車道、道路自動車道、道路自動車道、北海道エクスプレスウェイ、ルー、オ王エクスプレスウェイは、北海道か矢部郡森町の大沼公園 IC から、札幌市を経由して、市別市の市別県部地 IC に至る高速道路でる。略称は、道大道、道う道、北海道エクスプウィー、ルー、オ王エクスプウェイ、国土開発幹線自動車道及び、 高速自動車国道である、北海道縦貫自動車道の一部である。英文名称は、北海道イクスプであり、日本の高速自動車国道で唯一日本語の名称と英語の名称が異なっていた。ただし、ナンバリング兵器の標識より、DUOEXP 表記のものが順次、導入されている。高速道路ナンバリング、高速道路等路線番号では、 E5 が割り振られている。以前は、インターチェンジ番号の付け方が、他の高速道路とは全く異なり前線通しで付けられておらず、札幌ジャンクションを基準にして南北に番号が大きくなっていく形だったが、2018年12月までに、現在の番号に変更された、歴史参照。一部、四車線や時速80キロメートルの区間あり、札幌 JCT 以南、 札幌 j c t 7 i c 間、上り別室蘭 i c 7 i c 間は、対面通行、暫定2車線。札幌 JCTE 北、札幌 JCT 名寄 IC 間、旭川高須 IC 名寄 IC 間は、対面通行、暫定2車線。大沼公園 IC 上り別室蘭 IC 間と、旭川高須 IC 市別県部 IC 間のトンネルは、 暫定に車線の対面通行であるため、上下線合わせて1本となる。24時間交通量、大道路交通センサス。札幌 JCT 以南、札幌 JCT 以北、大沼公園 IC 札幌南 IC 間札幌 JCT 市別県分地 IC 間がそれぞれ、大距離性札幌南 IC 札幌 JCT 札尊道。 札幌西 IC 間は均一料金区間となっている。2010年6月28日より一部区間の無料化社会実験が実施されたが、2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興費用確保のため、2011年6月19日をもって凍結された。制度の詳細や経緯は高速道路無料化を参照。 2010年6月28日より実施され、2012年3月まで継続実施されることが公表されていたが、東日本大震災の復興費用確保のため2011年6月19日をもって凍結された。2011年6月頃から2011年12月まで実施されることが公表されていたが、東日本大震災の復興費用確保のため、 実施されることなく凍結された。本道路に接続する北海道縦貫自動車道の以下の2区間については、新直轄方式により国土交通省北海道開発局が整備を進めている。市別県物地 IC 名寄 IC 間については、2003年平成15年12月25日の第1回国土開発幹線自動車道建設会議。 国間会議にて新直轄方式に切り替えられ、2006年、平成18年2月7日の第2回国間会議で、私別県部地 IC 私別したよろ長官を、緊急に整備すべき区間、残りの区間を、当面着工しない区間とし、当面は、並行する国道40号を利用することとされた。また、同日、大沼公園 IC7IC IC 間についても、新直轄方式に切り替えられた。 2014年、平成26年5月28日の北海道開発局事業審議委員会にて、死別し、田与町内与野 IC 間の凍結を解除する方針が示され、妥当と判断された。同自動車道のうち、千歳 IC アブタ東野湖 IC 間に、設置の日本語で表記されている対面通行や車間距離等の注意喚起標識の下部に、 英文の補助標識が追加されているものがあるが、これは2008年7月7日から7月9日まで行われた北海道東野湖サミットに合わせ、新千歳空港東野湖長官を移動する各国首脳人関係者用等、海外からのドライバーへの利便性を考え、開催直前に追加されたものである。2012年11月10日に森 IC 大沼公園 IC 館が開通した際、 同自動車道の暫定に車線区間として初めて中央線にワイヤロープ式の防護柵が導入された。これはかねてより国立研究開発法人土木研究所管地土木研究所においてスウェーデンで採用されている同様の防護柵を参考に研究が積み重ねられ、全国の高速道路で試験的に導入されたものの一であるが、2016年10月5日に 約も IC- マイナス国縫い IC 間で大型車同士の正面衝突死亡事故が発生したことなども受けて設置区間が落とし部 IC- 国縫い IC14.4km 黒松内 JCT とヨーラ IC6.6km に技術的に設置困難な橋梁をトンネル部分を除いて増設されたその後全国的に中央線ワイヤロープ防護策の 車両逸脱事故防止効果の高さが実証されることから、2018年6月15日に、国土交通省が、全国の暫定対面に車線区間の高速道路前、路線部分について、中央線ワイヤロープ防護策の設置を発表し、その内道大自動車道部分については、上り別室蘭 IC 大沼公園 IC、旭川高須 IC、渋別県部地 IC での設置が、予定されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。